天童市のぬか塚にある人気のお店、トマチキ食堂さんに行ってきました。看板メニューのトマチキオムライスをはじめ、パスタや定食など幅広いメニューが人気のお店です。この動画では、トマチキ食堂さんについて、基本情報や知っておくと便利な情報を紹介しています。ぜひ、足を運んでみてください。お店の外観です。店内の様子がこちら。入り口を入って左手がテーブル席、奥が小上がりの席となっています。入り口を入って右側にはハンドメイド作家さんの作品が販売されていました。どれも手作りのあったかさがあふれる作品ばかり。ぜひ注文の待ち時間などにご覧ください。トマチキ食堂のメニューがこちらです。子供用のメニューもありました。今回注文したのは看板メニューのトマチキオムライスのランチセット。運ばれてきた一皿がこちらです。この綺麗なまん丸オムライスにテンションが上がります。そしてキャラクターが可愛い。中にはチキンや玉ねぎなどがゴロゴロ入っていました。自家製のトマトソースがこれまた美味しくて、最後までペロリといただきました。ランチセットにはサラダとドリンクがつきます。お腹いっぱい、大満足のランチでした。今回は一人での訪問でしたが、次は家族でお邪魔したいと思います。トマチキ食堂さんは、子連れウェルカムのお店。店内には、こんな案内が。こう言っていただけると嬉しいですよね。家族で行ったら楽しいひとときが過ごせるんだろうなぁと思います。店内には、大人も遊べるゲームや、子供用のおもちゃなども用意されていました。駐車場はお店の裏にあります。このマークのところに駐車してください。住所はこちらです。郵便番号 994-0014 山形県天童市ぬか塚1丁目 2-3 営業時間はランチは11時30分から14時30分までで、ラストオーダーは14時です。ディナーは18時から21時30分まで。ラストオーダーは20時30分となっています。定休日は水曜日となります。公式インスタグラムとツイッターがあります。